はい、荒川さんありがとうございます。このシーター館はね、長い間ここで授業やってたんですよ。毎回それが2019年の秋学期を最後ずっと終わない。今学期の秋学期も履修者の関係で完全オンラインとなってしまいました。でも最後の最後にですね、こうやってこのシーター館でこれだけ大勢の皆さんの前で講義ができる、本当に嬉しく思います。さっきご紹介にありましたように、僕は幼稚園からずっと慶応で、アメリカに10年おりましたが、 SFC の開設と同時に帰ってきて、全部で約50年ぐらい、慶応に関わっておりまして、皆さんこれは福沢諭吉より長いんですよ。で、今日はザ・ラスト・レクチャーということなんですけども、これで有名なのはランディ・パウシュのラスト・レクチャー。この人は大学の教授だったんですけど、47歳でガンで亡くなって、最後の授業、ものすごく感動的なものだったんですけど、十数年前日本でも、話題になりました。もう一つラストスピーチといえばこの人が有名で、Stay hungry, stay foolish フレーズですね。とても有名です。なぜ僕が自分のラストレクチャーにこの2人を出したかというと、実は僕この2人と知り合いなんです。でまずですね、CMU に留学していた時に、このランディ・パウシュは僕大学院生として僕の同期だったんです。厳密には1個下ですけども、同じコンピューターサイエンスの大学院生として彼タッチフットボールやってます。僕もやってまして、CMU のタッチフットボールチームで一緒にプレーした仲間でよく知っている人であります。またジョブスもですね、この左下にあるパソコン、これ Apple II ですと、マッキントッシュの前の世代の PC、世界で、事実上世界で初めてのピースなんですと、私はこの Apple II が売り出した時に、日本で売り出した時にいち早かったんですね。なので、おそらく日本人で Apple II を最初に買った5人の中の1人には入ってると思います。で、先ほど紹介していただきましたように、これ僕一生懸命勉強してですね。で、この原始的な日本語はね、Apple 漢字システムを作って、秋葉原のマイクロショップに買い取ってもらう、少しお小遣い稼いだんですが、でも見てください、このフォントがなんともこう稚拙ですよね。で実はその時フォントも自分で作ったんですよ。これ僕の手作りのフォントなんですよ。だからしょうがないんですよね。それでもコンピューターの画面に日本語が出るというのは世界で初めてだったんです。なのでこれを見た人はですね、みんなびっくりする、なんかついにコンピューターの日本語が使えるようになったのか。で週刊現代にもこうやってグラビアの記事にしていただいたんですね。でそのことをジョブスは知っていてですね、僕が CMU にいたとき、彼が CMU をビジットして、面白い日本人がいるだと思うんですが、ランチだったんです。僕は彼と一緒にランチだったんですね。ジョブスはその時はアップルをクビになった直後だったんですね。彼は一回アップルクビになってんです。で、また復活しました。いやそれでなんか教育関係の新しい会社を作って、それの視察で、CMU に、ついでにランチを食べてたんですけど、でも自分が作った会社からクビになるんだ、いやアメリカってのはすごい国だと、つくづくと感じたわけであります。